とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、このキャラクターでソロプレイ、行きます。剣豪ベニマル、だね。ベニマルも、まあ、そんなに使わないけども、ベニマルソロで、マゼラボルトと戦っていきましょう。まあ、もちろん、極の、ところだね。一人で行きまーす。では行くね。必殺技の編成としては赤き一線を3つ、そしてド発点を1つだね。全部ド発点とかにしちゃうと待機時間が長すぎてきつくなるのよ。なので赤き一線を多めに入れてます。ちなみにド発点が20秒ちょっとで、赤き一線が12秒ぐらいの再使用時間となってます。赤き一線って結構ねお得なのよ。お得、特に雑魚戦が多いところなんかはいい感じかな。まあ、漆黒丸でも一緒、なんだファイナル黒いザキナグマか、あれが赤き一線とほぼ使い勝手は一緒と思ってもらっていいんで、あいつもあの技を多めに入れていくといいよね。ちょっと調子乗ってね、強めのやつを入れていくと後々きつくなるから、それはねちょっと注意した方がいいところです。まあ、ちょっとここ道中長いんで、サメキホジローとボスだけを行きます。行きましょう。はい。では、ホジローくんですね。これ10回に1回ぐらい、違うやつが出るんだけどね。まあ、結構レアなケースです。まあ、むしろ、ホジローくんの方が弱いんだけどね。ホジローくんの方が弱くって戦いやすい。ド発点もやっぱその程度だもんな。攻撃力としてはもうちょっとねダメージがあればド発点結構入れてきていいんだけど、赤き一線の倍ぐらいのダメージだったらば、率先して入れなくてもいいかな。それよりも回転率のいい赤き一線の方を俺はおすすめします。よし、もうちょい。いけ、ド発点。ああ。やっぱあれか。画面端じゃないと、そんなに、ダメージも入りませんな。やっぱ極の、ホジロク強えな。あっぶねえ。さすがだわ。よっしゃ。何が出る？何も出てないね。小次郎くんのレアぐらいか。はい。では、マゼラボルトまで行きましょう。はい、それでは、マゼラボルト。だね。アニメでも、あと2話以内ぐらいに倒すんじゃないかな。で、マゼラボルトは、ほんと攻撃力が高いから、要注意です。特にこのヘッドクラッシュと、火を吹くやつ、あの2つをまともに食らうと、まあ死ぬか瀕死になるかなので、ブレイズか、これ注意、マジで注意です。なんである程度敵の攻撃を見ながら動いた方がいい。もう常に張り付いてこの攻撃していこうと思うと結構リスキーなので、基本的には必殺技のみで、戦っていくスタイルっていうのが無難だと思うよ。じゃないとやっぱりね、ふとした時に食らっちゃうので、必殺技だけでいった方がいいです。ブレイズ食らうと間違いなく死ぬね。間違いなく一発1000ちょっとを5発ぐらいもらうんで、危ねえ。基本的には回避を中心に立ち回る
ていうのがいいです。まあこれはもうなんだろう、結構即死技のあるボス全般に言えることなんだけどね。基本的には通常攻撃は控えめにして、あぶね、必殺技のみで、戦っていくというのがいいです。ラスボスもそうだね。ラスボスなかなか勝てないよっていう人も、基本的な、なんだろう、戦術をね一回見直してみるといいかもしれません。基本的には攻撃は必殺技だけで、基本回避を中心に立ち回っていくっていうので大体いけると思うよ。脳筋みたいな戦い方してるとどうしてもやられちゃうんで、注意していきましょう。おっと、これもね結構注意していかないと、ふとした時にねゴリッと食らうもんね。あっ、あー、やぶねやぶね、おいっと、あぶねー。俺はあの宇宙服装備してるから、まあまあまあ大丈夫じゃ大丈夫なんだけど、宇宙服なしだったらクリティカル思いっきり食らうからね。クリティカル率、この極の敵の振り率はもうすごいから、2、3発に1回はクリティカル食らうんで要注意です。よし、あない、あ、同発点で終わらせたかった。あ、終わった。残り火でやっちゃったね。はい、ということで今日はね、剣豪ベニマルを使ってマゼラボルト戦ってみました。まあ基本的に避けるのを専念していくと勝ちやすいんではないでしょうか。ラスボスもね戦いたいんだけども、まだね出しちゃダメなのよね。まあアニメでラスボスを倒した頃には出せると思うので、はい、その時にはラスボスの攻略法などもやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。